高輪寺遺跡は、埼玉県区喜基地は一丁目41ほかに、所在する遺跡である。高輪寺、遺跡高輪寺遺跡は、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代の遺跡である。この時代の他に、歴史時代の出土品、遺構も発見されている。高輪寺遺跡という名称は、遺跡所在地に隣接する高輪寺にちなんだものである。 主な出土品として、旧石器時代のスクレーパー、縄文時代の住居跡、土工、ファイアピット、河原家、石属、打製石符、魔製石符、石碑、石角、叩き石、石皿、すり石、大石草木、石水、歴器、砥石、石棒など、弥生時代の土器の小辺、魔製石属、古墳時代の弾き、土水、歴史時代の中世馬か、遺体石闘馬、 人骨、河原家、古墙、井戸、土器及び陶磁器などである。遺跡は中落ち堀川の東方に並行し、北西より南東に伸びる関東ローム層の大地上の中央部に一致している。遺跡の発掘調査が行われた当時、周辺は水田や畑などが多く残る様相であったが、今日では、吉湯と地区画整理事業が完了し一帯は新種街地となっている。 なお、遺跡所在地の標高は11.6メートルであり、南側は緩やかな傾斜、北側は急な傾斜となっており、遺跡は北寄りに所在している。遺跡北側の定地は、土地区画整理事業の際に、土盛りがなされている。所在地に、大田集会所、北側に、吉宇公園、稲荷大洋水、東側に、久喜市立中央図書館、高輪寺、明王院。 西側に戦勝神社が位置している。今日では、基地は一丁目となっているが、区画整理事業前の地盤としては、吉シウ、アザ西、吉シウアザ上宿1551ほか、吉シウアザ基地は1555ほか、吉シウアザ寺田1725ほか、西に1437ほかである。調査は、吉シ土地区画整理事業に伴い発掘調査が行われた。 また、高輪寺遺跡石周辺には吉脇大石、西遺跡、仙昇神社西遺跡、稲荷神社遺跡、吉右聖遺跡、吉右宿遺跡、吉右遺跡などが分布している。ありがとうございます。